理由なんてないさ。確かに。待っててくれ必ず助けに行くテイルス、久しぶりだな。オーケーテイルスが手伝ってくれるなら楽勝だな。ソニックでいい。それより、無事だったかい約束は守るさ。テイルスこいつはキリがないな。 オケー頼むぜ、テイルス。しっかり捕まってるよ。誰だおいうわっ<笑>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 なんだとエリス待てうわっ Thanks, e m y ここは頼むぜ。エリスはどこだうわうわあ<ー>うわあ<ー>うわ <laughs> <laughs> やってくれるぜ、エッグマンのやつ。なるほど。カオスコントロールを使うのか。いいぜ、シャドウ。ここは一つ、共同戦線と行こう。 急いで戻らないと、エリスはエッグマンの戦艦の爆発に巻き込まれて死ぬ。そういうことか遅れるなよ。カウスコントロール,ロールあいつらなら心配ないだろ。<laughs> またお前か。エリスっさっきの、なかなかだったぜ。あ、<laughs> 一気に突っ切るぜどういう風の吹き回しだエリスなるほど。カオスコントロールシルバーあとは俺だけで大丈夫だ。お前も行くところがあるんだろ俺はきっとエリスの運命を変えてみせる。だからお前もあの未来を変えることができるはずだ。サンキュー、シルバー そこまでだもうすぐこのフレア落ちる残念だったな、ドクターエクマンどーっヒッハずいぶんでかいやつが出てきたな。はぁ、あ、危なかったぜ。テイルス、こいつが外に出ていかないように、先回りして門のスイッチを押してくれテイルス、急いでくれ !Thank you, テイルス 助かったぜ急いでエリスを救出するぞ、うん、このままじゃ間に合わないスピードを上げていくぜエリス、待ってろよそれ穴の海は、すごく綺麗だな。テイルス、そんなこと言ってる時間はない急いで行くぞエリス、しっかり捕まってろよエッグマンのやつ、何を企んでるんだ あのサーチライトに見つからずに行けば、エッグマンのところに早くたどり着けそうだな。ジャンプ台では、バツボタンを長く押して、タイミングよく離すといいぜ。随分大きな雪玉が来たもんだ。よしこのままエッグマンの基地まで一気に行くぞ <laughs> 時間がないどんどん進んでいくぜ随分寒いところに基地を作ったもんだ。エッグマンも随分でかい基地を作ったな。 あそこからジャンプできそうだな。気をつけろ爆発するぞこの電柱、ポールジャンプできそうだな。あの竜巻、車を飛ばしてくるのか今度は看板かよシャドウ、遅れるなよシャドウわかった一気に抜けるぜシャドウ、待ってろよ爆発するイエー 街中が燃えてるみたいだ。シャドウは竜巻に吸い込まれたのか。さっさと助けに行くぜこいつはひどいな。あいつを助けるんだ。ぐずぐずしてると崩れるぜおっとたくさんでお出迎えかおっと随分手荒い歓迎だな。<laughs> この橋今にも崩れそうだと、 明かりが消えちまったぜ。あの色の変わる地面、溶岩が噴き出すのかヒっほー絶景だね炎の雨とは、洒れてるねえ。風に突っ込むぞふぅ、やっと抜けられたか。Thank you, Nakos! ふぅ、<laughs> ずいぶん暑いところに来ちまったな。ずいぶんでかい洞窟だな。 列車を先回りして助けるんだエリスの乗った列車は <laughs>、スピードを上げていくぜこの天秤、早く渡らないとまずそうだなこのコンベヤ、進行方向が変わるのか線路より列車の上の方が楽に進めそうだな積み荷のない部分、あそこしかない急がないと間に合わないエッグマン、なんて野郎だとにかく助けないと、 急ぐぞあそこにエリスがいるのかあと少しだ。エリス、待ってろ立ち止まってる暇はないぜ一気に駆け上がるぜあの果物のついたツタ、ホーミングアタックで捕まれそうだな。中央突破で行くぜどんどん行くぞあの果物、落とすと何か起きそうだなこのカメ、乗れそうだな このハスはトランポリンみたいに使えるぜ。水面に落ちるとやばいぜ。一気に行くぜエリス、大丈夫かいしっかり捕まったろこんなところにもルートがあるのか。洞窟を抜けるぜ。お、裏道か ?Thank you, エリス奴らが来る。急ぐぜエリス、準備はいいかい危ない シルバー、時間がない。急いでエリスの元に向かうぞ。ぅ <laughs>、なんて数の敵だ。シルバー、任せたぞ。ぅ <laughs>、こんなところで止まってるわけにはいかないぜ。風に乗るなんて、あの時思い出すぜ。ソレアナの紋章と足、そういうわけか。この玉に乗れば、あっちまで進めるようだな。 スライディングでギリギリ抜けられそうだ戦艦が飛ぶまで時間がないテイルスナックルス急ごう !Thank you, テ,テイルス助かったぜ <laughs> ドアを開けるとロボットが起動するって散段かテイルスナックルス抜かれなよナックルス助かったぜよーし飛ばしていくぜ時間がない急がないと ここは落ちないように気をつけないとな。上に行くか。この下へ行ってみるか。テイルスナコース俺に任せろヒュッー,ー思った通りだまずいぶつかる飛ぶんだヒュッホー,ーワーオー No. 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 Yes. Yes. That was right. Too easy. Like sure does it. Just mad at. <laughs> no problem.Not <laughs> my day. そろそろ行くかいはあ、?L1 ボタンでカメラを後ろに回せるみたいだ。あそこに飛び乗ればグラインドできそうだぜ。隣のレールに移るときは左スティックを入れながらジャンプだぜ。リングがゼロでダメージを受けると The End だ。無くならないように気をつけなきゃな。 あの力を使えば、これも壊せそうだぜ。あのコンテナは爆発するみたいだ。壊す時には気をつけようぜ。あのコンテナは壊した時に発光する。うまく使えば、敵の動きを止められそうだな。取っ手に捕まると、移動できるみたいだな。敵から出るカオスドライブで、どうやらカスタムシューズの力を回復できるみたいだな。敵から出るライトコアで、 どうやらカスタムシューズの力を回復できるみたいだな。ワープホールに触ると、遠いところでも一瞬で移動だぜ。あのケース、どうやら周りの敵が守ってるみたいだな。まずは奴らをやっつける必要があるな。このケースを開けるスイッチがどこかにあるはず。どこかにスイッチがあるはず。あのドア、どうやら周りの敵が守ってるみたいだな。 まずは奴らをやっつける必要があるな。ここを抜けるには、すべての敵を倒す必要があるな。ホーミングスマッシュは、敵をまとめて吹き飛ばす力を持つ。ホーミングスマッシュは、敵の防御やバリアを打ち砕くことが可能だ。バルカン弾は、一発一発は痛くはないが、じわじわリングを削られるぞ。あのミサイル弾は誘導してくる上に、着弾と同時に爆発する厄介な奴だ。 狙われたら振り切るしかないぜ。レーザー弾の弾道は速い。撃ってくると同時に、一気にかわそうぜ。いきなり突っ込んでくるぞ。ジャンプでかわして反撃するんだ。盾を構えている時は、通常の攻撃は効かない。防御を解いた瞬間を狙うんだ。こいつらに指令を出しているリーダーを見つけて倒せば、一気に倒せるぜ。あのロボットにホーミングアタックすれば、向こう側へ渡れるな。 バリアが発生している時は通常の攻撃は効かない。解除された瞬間を狙うんだ。あいつに見つかると厄介だぜ。気づかれる前に倒すんだ。見えない敵は攻撃ができない。姿を現す瞬間を見逃すな。あのロボット、壁に張り付いたまま爆弾を放ってくるぞ。気をつけろ。あいつの走行は普通の攻撃じゃ立ち打ちできないが、ひっくり返せば何とかなりそうだ。 大層な重火器を装備してるようだが、どうも両足が脆そうだぜ。空中にいるうちは手が出しにくいな。奴が突っ込んでくるのを待とうぜ。両腕を失った時がチャンスだ。バランスが悪いから、簡単に転ばせることができるぜ。気をつけろ奴ら壁や天井移動して、突然飛びかかってくるぜ。あのモンスターにホーミングアタックすれば、向こう側へ渡れるな。 奴は口を開けた時がチャンスだ。攻撃を避けつつ反撃するんだ。奴が地面に潜ったら注意しろ。いきなり飛び出てくるぜ。頭のコアが奴の弱点だ。コアが見えた時に一気に攻撃するんだ。とにかく、先に邪魔な奴らを片付けようぜ。お、いたいた。懲りない奴らだ。行くぜピースオブケーク楽勝だぜ 全員まとめて片付けてやるぜ俺に任せろ <laughs> やばいなフォローを頼む !Thanks! ここから先は俺が行くぜはっ <laughs> やるじゃないかシャドウここは一つ共同戦線と行こうエッグマンのやつ、またカオスエメラルドを狙ってるらしいエメラルドはあと6つ急ぐぞ 残りエメラルドはあと四つスピードを上げていくぜエッグマンの攻撃も激しくなってきた。やられないように気をつけろよピースオブケークまた遊んでやるぜここを進むには、二人で協力する必要がありそうだ。シャドウ、助かったぜ <laughs> こんな罠にはまるとは。シャドウ、ここは頼んだぞまとめて相手になってやるぜ ふん、おいでなすったぜ。へい、遅かったな。ふぅ、やれやれだな。こんなめんどくさいもの使わずに倒した方がいいんじゃないか攻撃するにはちょっと遠すぎるぜ。どうにかしておびき寄せるしかないか、うん、シャドウ、奴の攻撃でも砕けない固い足場があるぜ。そこにぶつけてやれば反撃できるはずだ。 岩場の上の高級に明かりをつけるんだ。注意を引けば、そこに奴を誘導できるぜ。ここは俺に任せな。ヘイ、どうしたでかいのは図体だけかいなるほど。あの頭の走行で弱点をカバーしているってわけか。飼い犬ってわけかい OK! 遊んでやるぜ、エグマン。ヘイ、やっと顔を見せたな。 今度はこっちの番だぜ <laughs> 俺の言うことを聞きなこのまま地上にいても狙い撃ちだあのデカブツを落とすには、どうにかして取り付くしかないな奴が出撃させてくるロボットあれにうまくホーミングアタックすれば、ウィングに飛び乗れるはずだただし、動きを止めると狙い撃ちされるぜリングが減ったら地上に退避するんだ 奴には頭の上からのバウンドジャンプが有効だ。そんなデカブスで俺をやれると思うのかカモーンやってみなさーてそろそろ落ちなエッグマンのコックピットは奴の口の中のようだな。奴は飛んでいる上に動きが速い。闇雲に攻撃するのは危険だぜ。滑空をかわしてあの角をつかむんだ。 うまく操って周囲のメカにぶつければ、あのキャノピーを破壊できるはずだ。コックピットから分離するメカ。あれを踏み台に利用すれば、エッグマンのところまで届くな。<laughs> コックピットのキャノピーがある限り、エッグマンに直接攻撃するのは難しいな。それはこっちのセリフだぜ。ここで決着をつけてやる。ヘイエッグマン。これで終わりかこれまでだ、エッグマン。覚悟しな。 真正面から攻撃しただけじゃ、あの不思議な力に捕まっちまう。どこか隙を見つけるしかないな。あいつの不思議な力に惑わされるな。持ち上げて投げてくるものを、ホーミングアタックで叩き落として接近だ。地面からの攻撃は厄介だが、空中にかわせば攻撃する隙がありそうだな。どうやら話し合う気はさらさらないようだな。行くぜそろそろ本気で行くぜ もらった <laughs> 聞いたぜ。なになかなかやるな。お前、何者だ ?Alright! 誰かは知らないが、相手が悪かったな。そう簡単にはいかないってことか。Hey! リンエネルギーはまだあるか三角ボタンで俺と交代するんだ。 任せたぜ、シャトウオーケーお前が奪ったすべての今、返してもらうぜその神様気取りも、いつまで持つかなさーて俺の番だな。遊んでやるぜ、ソラリス城下町に行くか。森に行くか。新市街に向かおう。まだ向こうに行かない方がいいか。 町の人に話を聞いてみるか。店に行ってみるか。この辺り、もう少し調べた方がいいな。エッグマンのやつ、何を企んでやがるんだひとまず情報を集める必要がありそうだな。すっかり遅くなっちまったな。そろそろ戻った方がいい。城まで送っていこう。テイルス、エリスは無事に城に送り届けた。俺はエッグマンを追う。何かあったら連絡してくれ。 アクアティックベースどうやら、エッグマンの秘密基地についての情報みたいだな。エリス、今度こそ必ずよし、テイルスあの金の下まで競争だテイルスまだまだだな犯人はお前だいつまで追ってきやがるんだしょうがない。ここはまとめて相手してやるぜうん。 しょうがないな。テルス、ナコス、ここは三人で協力だ。よし一気に行くぜ !Let's get on! まとめて相手になってやるぜ !Hey guys! また遊んでやるぜ !Yes! ああ<ー>へっへっ !Yeah!Alright! ば n o y e s、no. y、yes. e、yes. s ソニック危ない !You! 行くぜそろそろ本気で行くぜもらった <laughs> 聞いたぜ何